でもエンジンぶっ壊してストーカー行きますみたいなこと言ってたけどちょっとしたアイデアでかっこいい感じにしようかなと。うーん、はい、違う、全然違うだろ違うRide the shovel head。 これ80年の FXS、うん、ローライダーで、うん、7778仕様っていう外装がね、ダジペイントに、うん、そういうのがね、出て、まあ初期型に憧れる人多いわけなんですけど、うん、ツインプラグになってて、うんうん、そうで、うん、距離とか乗るような感じのお客さんで、うんうん、なんか1日400キロとか乗るようなツーリングとかするっていう人で、うん、まあいろいろやる前に試乗もしてから分解したんですけど、うんうん、そんなに中古車的な見方したらどこも悪くないんだけど、うん、だけどじゃあもっとって言ったら、うん、もっとできるよねっていう感じだったっていうか、うんうんうん、もっと欲があるよっていう、うんうん、それはまあエンジンに関わらずシャーシー的なもののそうで、うん、オーナーさんはまあかっこよくしたいっていうところだったかな、うんうん、走りは別に不満はないんですけど、うん、なんていうことを言われたので、うん、でまあじゃあ一回乗ってみるかっつってさ、うん、乗ってからまあその感想を言って、うん、こんなことやったらどうでしょうかっていう話をしたんだけど、うん、そんでね、うん、足回りのオーダーと前後、うんうんうん、それから、まあ、最初マフラーを作りたい、うん、でまだマフラーやってないけど、うん、キャブが陸にだったかな、うん、ついてたんだけど、うん、キャブもやってみるっつって、うん、でなんかねその動画見てくれて、うん、このオーナーさんに、うん、キャブやってみるって言って、うん、キャブどうしますっつって、うん、なんかいろいろ93インチの、うんショベルとガンメタのね、うん、スペースマグナムと、うん、あとあの86ストローカーとつけてたじゃん、うん、でこのオーナーさんも、うん、じゃあ2スロットつけてみますかって言って、うん、まだブラケット作ってないけど、うんうん、下これから作る、うん、ブラケット、うん、ブラケットなしダメですよ、やっぱりないバイクがあるけど、うん、パンって吹き返したりポロンって取れちゃったりするから、あとはこうずっと振動受けてるからさ、うん、どうしたってインテークのバンドがさ、うん、インマニのバンドがさ緩んだりするじゃん、キャブマウントがないのは絶対ダメですよ、うん、Ride the shovel head。 これが後ろ側に、うん、ここね、うん、長いボルトにして、ここがさすげえタイトなのよ、でもう作ってあるんだけど、ここが芋のでさ、こうギューッとさ、うん、肉があるから、うん、ここもがっこり面取りしないと座んないのね、綺麗に、うん、ほんで、ここから、うん、こいつをこうだったかこうだったか、こうだったかな、うん、位置出しして、うん、あとはここの面をさ、これ外してバイクまっすぐ立てて、見て、うん、で、この位置とかこう長さをカットして、うん、これあっちのバイクでさ、うん、これで2個作ったのよ。なるほどね。ここまでね、うん、でこっちでまた合わせてちょっと微調整があると思うから、うん、で作る、うん、でキャブはもうリビルドしてあって、うん、ここまででね、うん、あとはそのエンジンのこれ80年の80インチのまま、うん、1340のままなんで、うんうん、まあ他の2台とはちょっとセッティング違うと思うんだけど、うん、これパネルのまま、これはね、ファンネルで行きたいんだって、ヴェロシティスタックね、ヴェ、うん、ロシティスタックで行きたいんだって、でも用意してあるよ、うん、あれもエアプリに、ああ、そうだね、用意してある、うん、まあだから、ここぞってところが、うん、それで、うん、いつもはエアフィルターありで行った方がエンジンやられちゃうんで、まあでもエンジンぶっ壊してストーカー行きますみたいなこと言ってたけどぶっ壊さなくていいかっこいい、ね、壊れたら、うんうん、ストローカーにしますね、どんだけ流行ってんすかストローカーストローカーね、増えてるよね、いやいや、動画の効果ですよそれは、ねうん、難しいんだよ、うん、
すごく作るのそれは見てて思った。面倒くさそう、手数がね多いよね、うん、まあでも乗り味がすごいいいからね、うん、乗ったらね感動、やられちゃうね、感動したね。俺もあのちょろっとしか乗ってないけどさ、まあフィーリングは良かったよ。Ride the shovelhead。 後ろから始めてって後ろもまだ終わってないんだけど、うん、スイングアーム変えたいになってさ、うん、あ、コンちゃんのもついてる。そうだね、うんうん、1インチノーマルより伸びてるんですよ、うん、フェンダーも作る、フェンダーも作る、うんうん、でまだちょっと1出しとか終わってないのね、うん、リアホイール、うん、排気量となんか乗り味から、うん、ギア比も計算して、うん、二次減速比をもう決めた、うん、決めました。でこれ変えるってことね。そう、そこまでやります、うん、変えてある。あ、もう変えてあるんですか。そう、ただチェーンライン、うん、あのトランスミッションも変えてある、うん、これ、まあ、そこまで変えてるんだ、うん、そうそうそう、そう、うん、これこの後、うん、ハブの、うん、ハブベアリングも変えてある、うん、あるからラインを出して、うん、このホイールの位置を出して、うん、位置出ししたらチェーンかけて、うん、ここにスペーサー、あ、これ入ってるね、うん、でチェーンをかけて、うん、で位置を出してそれがバチッと決まったらフロントに行って、うん、この辺使いますって話になってるから、うん、ハブベアリングダメなんで、うん、ハブベアリング交換して、うん、なんか昨日変えたんだけどなんかこの辺がさこっちとこっちで浮いてる感じが違うから、うん、スペーサーをちょっと作って、うん、こういうの全部変えて、うん、フロントエンドローダウンしたんだけど、うん、チューブ変えてね、うん、チューブ変えたプラス、うん、インナーパーツをいろいろやってこうなってる、うん、3インチちょいぐらい落ちてる、もともとのローライダーの長さから、うんうん、で、なんか切ってるんじゃないからこう、うん、ニョンって遊ぶわけじゃなくて、うんうんうん、前ね、フリーロードも結構かけてあるんで、俺の時でもやってたけどね、うん、そういう感じでちょっと下がってるから結構静観に見えると思うんだけど、うん、この時点でさ、うん、ガクンってこう切れ込むじゃん、うんうん、ローライダーって、うん、だからあのハンドリングが、ね、が良くなるっていうおまけで、うん、ちょうどこの間俺のやつで話したの、うん、それをね、そうそう、うん、でスロットルは、うん、あの合わせないと作んなきゃいけないんだよ。ここはなんか見たことないホルダーだから、そうだ、ね、ミスミか、見たことないカスタムホルダーだからやったことないからさどうなるかちょっと分かんないんだけど、そんで終わったらテールカウル、またちょっとねアイデアがあるんで、うん、最初の話とちょっと変えて、うん、テールカウルを作るんだけど、うん、もうシートカウルか、うん、作るんだけど、うん、ちょっとしたアイデアでかっこいい感じにしようかなと。オーナーさんはホットロット的な、俺がさ、うん、やってるホットロット、うん、ホットロットって言ってるけどさ、うん、そういうのがかっこいいですよねって言ってくれてるから、うん、なんかそういうのも加味しながら、うん、マフラー作るのと、うん、シートカウルシートっていう、うん、あと残してるから、うん、その辺をやっていくんだけど、うん、このバイクに合うかどうかっていうのも大事だから、このバイクとか、まあ、70から80年代くらいのイメージの、うん、こう空気感、うん、仕上げたいなと思ってるんですけど、うん、Ride the shovel head。 走りの感じが強いよね、うん、前が下がったからこれ、そうそうそう、いい感じなんですよ、ここ。まあ、俺こう低いのが好きっていうのもあるけどさまあ意外と この車高で起こす、うん、心配する人多いからさ、うん、この車高で、うん、なんて、 あとこのほら見て見てて、うんうんうん、ちゃんと聞いてる。でこの車高で意外と、うん、どういったらいい、バンクかけて、うん、大丈夫なんですよ。ただマフラーをこれは、うん、あのハイパイプっていうかショットガンにするんだけど、うん、マフラーが下フレームのラインとかに持ってっちゃうと、うんうん、
さすがにバンク角は厳しいけどね、うん、右のね、うん、でもこれはやらないんで、うん、これリアショックちゃんと効いてるよね。俺のやつはあんま沈まないもんね、動かない、はい、全然違うだろ。違うだろ。ああそうですよ。で作るのさ、うん、ここから作っていくんで。マフラーの。ここから作っていくです。そっか。いつもここから作っていくです。うん、本当にスクラッチビルド。うん、何もないとこからこれで作るって言ってさ、うん、作るってってみんなこうクエスチョンがついた顔をするから、うん、このフランジのさ、これもオリジナルだよ。あ、もうじゃあいくつか作ってある、うん、ステンレスも確か作ったけど、うん。